さて、今日もレイゾンデート続きやりましょうか。やってっか。やってっか。どのくらい期間が空いたかな？ほぼ、1ヶ月だね。空いたね。空いたので、まあ内容を思い出しながらになりますが、確か前回キャロルがね、ちょっとお亡くなりになったので、あらすじを見ながらちょっと、大きな揺れで起きたロゼ。さらにグレッグがドアを叩く。キャロルの部屋に行くと部屋は血の海だった。ベティが見当たらなく探すように頼まれた。そうか。なんか庭のベンチかで佇んでて、なんか話しかけられる状態じゃなかったみたいな感じじゃなかったっけ？あ、そうなんだっけ？なんか様子がおかしいみたいな。はいはいはい。じゃあそこに会いに行けばいいのかな？うん。おー、じゃあやるか。ベティが言ってたもんね、みんな嘘をついているわ。そうね、そう、みんな嘘つきよ。待って、あのマップをね、もう把握しない。庭ってどこだっけ？右だね、そこ。右か。うん。で、庭こっち？あ、ガーデンってあったね。ガーデン。あ、そこからでも行けるはず。行ける？うん。あ、こっちか。ここだったの。あ、いるね。雨が降ってるよ。はい。ロゼ、私の部屋血まみれになっちゃった。とりあえずジェフの部屋で過ごすことになったわ。次は私かな。かもね。ちょっと嫌なこと言う。どうしてそう思うの？この中庭、夜になると悲鳴が聞こえるの。この教会は秘密だらけ。そしてここにいる私たちも秘密だらけ。まずはその秘密を打ち明けるところから始めようよ。そうよ、なんかお互いの変にね、隠されると気になっちゃうから。気になっちゃうからね、うん、ロゼって病気なんでしょ？しかも治らない、絶対死んじゃう病気。私から見たらあまりそう見えないけど。嫌なこと言うじゃん、気にしてんのに。こっちは本当だよ、ね、死んじゃうんでしょって。いつ死ぬかもわからないからって怖いのにさ。ノワールは元気づけてくれたよ。そう、大丈夫よ。ベティは嫌なこと言うのね。ロゼは怖くないの？よくわからない。でも死にたくないよ。そう、それを聞けて安心したわ。だってロゼってなんだか壊れかけのお人形みたいなんだもん。でもきっとここにいるみんな誰かの操り人形なのよね。はあ？どういうこと？ちゃんと教えてくれよ。そうだよ。秘密を知りたかったら中庭の悲鳴ロゼも聞いてみるといいわ。でも夜には神父様が鍵をかけちゃう。昼間のうちに中庭の鍵を手に入れないと悲鳴は聞けないから、頑張ってね、ロゼ。探さないといけないのか。そうね、ルイス神父から盗むってことかな。うん。あ、盗むって書いてあった。あるね、盗むってあるね。あ、あのさ、うん、一個気になったことを言っていい？いいよ。あの右のさ、うん、今水溜まってるとこあんじゃん。うん。これさ、なんか下に扉ない？絶対階段じゃん、これ手前。おりゃあ。お魚とかいないみたい。残念。お魚がいない理由はここの水を抜いて、うん、地下に出入りできるようにしてんじゃないの？そういうことだよね、多分ね。ここから行けるってことだね。うわ、洞察力すごい。全然気づかなかった。中庭って探索したんだっけ？あ、なんかさ、上にさ、うん、バルブみたいない？あ、本当だ。ほらこれ柱。なんだろう、このバルブ。私の力じゃ回せないみたい。これを回して水を抜くんだかな。冷たそう。ノワールが
いるんじゃないか、これは。協力してくれそう。パラソルに入れば雨は大丈夫だけど、あんまり長くここにいたら風邪ひいちゃいそう。そうね。じゃあ中庭盗むか、鍵。そうね。私がお花を持っていくととても喜んだの。かわいい。うん、皆さん。ルイス神父はどこだ。イエーイ、中庭の鍵、まずどこに保管してるかよね。そうだね。あ、いるわ。中庭の鍵ください。あ、匂うわ匂うわ、何か匂うわね。ベティの様子はどうだったかな。キャロルを失って心細いだろう。ロゼができるだけついていてくれると私も安心できるよ。お、はい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 、シーキーだっけ。シーキーだね。うん、okay、で、お、ほー、ちょっと待ってよ。レドバイのスキルチェックみたいな。あ、ちょっと待って待って待って、全部やったね。なるほどね。ちょっともう一回もう一回もう一回行きます。3箇所全部ね。めっちゃ簡単。はい、サクセス。めっちゃ簡単だった。こいつちょろいぞ。あ、なんかさ、うん、あの右のさ、お花とこ光ってない。ほんとだ。これ何。あ、おいおいおい、待ちなさいロゼ。怖いよロゼ。あまり顔色が良くないみたいだね。そりゃ盗みをすれば当然。でも平気。心の中が透けてるよ。ここ数日雨で冷え込んでるせいかな。そうだ、ラウンジで温まるといい。落ち着けばいろいろ思い出せることもあるだろうしね。温まる、ちょっと気になるよねそこね。集中で見た方がいいのかな。オッケー。お、どこか鍵、応接間の鍵。あら、これ大事だね。これあれじゃない、なんだっけ、ファルだっけ、なんだっけ、ファルがいるとこなのかな。だよね多分ね。お、ブレック、とりあえずロゼが無事でよかったよ。あんな残酷な殺し方、ここは安全じゃない。待って、ブレックの感じ忘れちゃったよ、喋り方。それにさっきの揺れ、土砂崩れが起きたって神父様が言ってたな。中も外も危険か。うん、うん、でるね、理由を作ってるねこれは。そうね。どっちから行く、そのラウンジ。応接間かな。そうだ、一旦応接間って気になる。どこだっけ。ここは違う。右、右か、ちょっととりあえず。あ、ここだ。あ、ここか。ああ、あ、でもここ閉めてたんだ。へえ、そうだね。なんで閉まってんだ。ちょっと集中してみるわ。なんだこの影。何、調べられないけど人の影だね完全に。ね、あ、なんかザザザザ。ここで殺された人たち、うん、血まみれのナイフ取っておくべきだね。殺さないでお願い。お、消えた。何今の、頭が痛い。あれ、拾ったはずのナイフがない。どういうこと。記憶のかけら、許せないものを手に入れた。何、何他にはなさそうかな。記憶のかけら、ねえ、記憶のかけらなんて持ってたっけ。そんな、これはロゼに関係あることなのかな。ねえ、ああ、でも5つあるね。キャロルの、キャロルの、応接まで殺されたの。え、この全て集まった時一つになる。あ、じゃあジェフの記憶のかけらもあったのかもしれないね。かで探せるのかな。今のうちに探索しとく。そうね。でも昨日その何、ジェフが殺された次の日や次の日でそんなに動けなかった気もするけどね。確かに。どっか隠されてんのかな。集中しなきゃいけないっていうことだよね、うん、探すには。え、あれじゃない、なんかその殺されて次の人が殺される期間中に探さなきゃいけないとかなんじゃないかと。全部あんのかな、どっかに。かな、なんかさ、私たちキッチンの鍵だっけ、渡しちゃったよね、うん、あ、
じゃあ先にキッチンに行っとけば、なんかあったのかな、渡さずに持っとくとか。ね、失敗なってたもんね、その。そうそうそう。任務的には。ちょっと一応集中しながら。記憶のかけらどっかにあるっていうことだよね。どうせなら全部集めたいけど。うん。あ、ラウンジこっちか。そっか。ここラウンジだね。とりあえずまあ。温まってみるか。うん。暖炉で温まるってことか。うわ、また鳴った。あ、これで集中。匂うわね。お。はい。暖かい。おい。え？何これ？あ。お母さん。かな？え？ロゼ、おいで。ママ、気分はどう？そうね。とってもいいわ。だってこうしてロゼを抱きしめられるもの。ロゼ。ママに紅茶を持って行っておくれ。はい、パパ。もうそこまで来たんだったら、お父さんが渡したら？本当だよね。あ、どうしたんだい、ロゼ。あれ？あらあら、ロゼ、大丈夫？怪我はない？うん。ノワール？なんで？あれ、お母さんじゃなくなっちゃった。ロゼ、私はずっと前からあなたの味方。それだけは忘れないで。重ねちゃっただけかな。あの頃はもうすでにお母さんはいないけど、うん、どうしてもやっぱちょっと似てるね、見た目。そうだね、似てるね。うん、寄せちゃったのかもしんないね、うん、ロゼ大丈夫？あれ？ノワール？夢でも見ていたのかしら。部屋に入ったらロゼが佇んだままで、声をかけても反応ないんだもの。大丈夫？うん。そうだロゼ、ちょっと気になることがあるの。もしよかったら今夜付き合ってくれるかしら。私の泊まってる部屋は東側廊下をまっすぐ行った先よ。いつも夜の東廊下は鍵がかかってて入れなかったと思うわ。私が開けておくから、ロゼの好きなタイミングで来てちょうだい。わかった。え？ってことは、これ部屋に行くまでに、うん、庭に行って悲鳴を聞かなきゃいけないっていうことかな。そういうことだよね。だよね。室で休むって書いてあったけど、その間にでも他も多分見ておいた方がいいんじゃないのかな。そうだよね。一応中庭の鍵は持ってるから、うん、いつでも行ける、うん、左側見とく。そうだね。もしこれで他探索しても何もないんだったら、うん、まあ、タイミングタイミングで拾えるものなのかなって。今全部集めきる、うん、必要はないかもしれないし、うん、ここにも あるんじゃないのかなって思うけどね、ジェフの。わあ、でも、うん、何もなさそうな感じは。なさそうだね。ちょっとタイミング逃した説あるな。うん。一応こっちも軽く見とくか。なさそうだね。一個気になるのがね、そこ左上さ。うん、絵があるんだけど、これ4つ端にくぼみがあるみたいなのあるよね、うん、はい、4つ端、多分集中で調べたら見れるかな。あ、そう、額縁に4つのくぼみ。そう、これが何のか気になるよね。どっか行けるのかな。うん、飽きそうな感じはする、どこかが。確かに。あ、エリオットじゃん。さっきの揺れ、この雨で土砂が崩れたみたいだね。安全なところなんてないって言われてるみたいだ。ジェフもキャロルも同じ殺され方だった。ファルって男がナイフを持ち歩いてるの見たんだけど、なんで神父様はそんな危ないやつを放っておいてるんだろう。ああ、ファルが協力した。はい、
なんじゃないのかな。なるほど、始末してくれる人か。ここか。ここは入れないか。入れないね、うん、あー、今できることはこれぐらいなのかな。そうね、ちょっといろいろ部屋も見るか。あ、入れないわ。あ、ジェフ、あ、いるね。中庭の鍵は手に入った。昼間のうちに神父さんから、神父様から盗みでもしない限り入れないわ。まあ、盗みました。まあ、なんもないか。あ、ジェフはもういない。あ、ここで眠ることもない。そんなこと言わないでよ。一応こっちの部屋も見るか。あ、入れなくなってる。あ、そうなんだ。まあ、見れないようにはしてるんだろうね。そうね。夜まで休みますか。休むしかないかな。そうね。じゃあ休み。ラウンジで見たママとパパは夢だったのかな。二人ともすごく近くに感じたのに。あれ、ママは私と同じ病気で死んじゃった。でもパパは。そうなのよ。あっ、え、殺されてなかった。死んでましたね。うん、口から血吐いて、うん、しかもなんでそんなとこで寝てるねローゼちゃん。風邪ひいちゃうぜ、うん、床で寝ちゃった。もう夜。お、ノワールに会う。ノワールに会う。じゃあまずは中庭だね。そうだね。ノワールのとこに行く前に他には、あ、あれれれれ、ノワールに会いに行かなきゃいけないのか。会いに行かなきゃいけないのかな。なるほどね。こうか。おー、あ、そこなんだ。はいはいはい。来てくれたのね。前に切断された指を見つけたでしょ。あ、あったね。あったね。うん、何か分かったの？朝からダイニングで腐敗臭がするの、切断された指に関係してると思わない？確認しに行こうとしたんだけど、ちょっとした問題があってね。ロゼにも協力してほしくて呼んだの。すごい、今更だ。おしゃれ。それにあまり良くない状況だから、ロゼを一人にさせたくないってのもあるわ。分かった。私も気になることがあるの。一緒に中庭に来てくれる？なるほど、ノワールにバルブ回してもらった。回してもらうのかな。もちろんよ、ロゼ。あなたの願いは何でも聞くわ。じゃあまず中庭に行きましょう。オッケー。共に行きましょう。あ、真相確かめるか。移動楽になったこれ。ちょっと待って待って、引っかかる。めっちゃ引っかかる。で、お、あ、なんか叫び声聞こえるね。キーンって聞こえたね、うん、あの、なんか叫んでる声聞こえるね、普通にね。全然。え、あ、そうか、集中か。集中してみる。あ、ここから聞こえる。あ、やっぱここ？この声はベティが教えてくれた。夜になると聞こえるんだって。かわいそうに悲鳴と泣き声、苦しみのあまり彼らは死を願う。私は医者だから、殺してと言われるのが一番辛いわ。ノワール、この叫び声のこと何か知ってる？いいえ、聞こえなくなった。そうね。一体どこから？聞いてろぜ。あなたは私が守るわ。たとえどんな方法でもね。雨で体が冷えるわ。さあ、もう行きましょう。行っちゃうの？バルブ回してくれないの？うお、びっくりした。僕たちは選ばれてここに。
スの意味が何なのか、うん、だんだん近づこうとしてんのかな、ね、悲鳴については私も調べてみるわ。どこから聞こえて誰の声なのか。今は今できることをしましょう。ダイニングへ一緒に来てほしいの。ダイニングってこの下ってことだよね。あ、医務室なんだ。ダイニングってどこだ。ダイニング、あれか、あのご飯食べるとこか。あダイニング、キッチンの奥。あ、こっちは違う、バスキッチンの奥。あれエリオット、どうした、エリオット。こんな夜中に出歩いてたらジェフとキャロルみたいになっちゃうよ。お前にも言えるんだ。エリオット、何してるの。関係ないだろ。そんなことよりダイニングには入らないでほしい。っていうか入っちゃダメ。ちょっとした問題ってのが彼のことよ。神父様が言ってたよ、ノワールって医者は信用しちゃダメだって。あら、どうしてダイニングに入っちゃダメなの。僕だって知らないよ。けど神父様に言われたんだ。僕だけを信用して頼んでくれたんだ。操り人形、神父様だけなんだ、僕だけ。ああ。ロゼ、ちょっとこっちに。いや、依存してるな。エリオットの気を引いてダイニングに行きましょう。どうすればいい？エリオットは神父様に執着してるけど、精神的に不安定なところがあるから気をつけて。騙せれば嘘でもいい。説得してみましょう。うわ、神父様をネタにして。はいはいはい。説得するのかな？ちょっと一回セーブしとくか。エリオットの母ちゃんデイビソーって言って、何このって。追っかけっこするか？あ、ここはダメだよ。通せないんだ。神父様が呼んでたよ。呼んでたよ。なんか嘘ついてるときしゃくれる癖でもある？嘘だ。何かあったら神父様が直接僕を呼びに来るって言ってたもん。ロゼが来てから神父様は君ばっかり見てる。でも僕にお願いをしてくれたんだ。神父様が来るまでここは通せないよ。ダメみたいね。彼について知る必要がありそう。そうか、エリオットについて調べなきゃいけないか。これキッチンの方から行けないの。あ、ここ閉まってる。 あ、グレッグが多分部屋にいるから。あ、エリオットについて、うん、同室だもんね。ね、聞いてみるか。あ、でも初めて入るんじゃない、ここ。ね、なんだこんな、なんかいいな、いい部屋。楽しそうじゃねえか、おい、うん、ロゼ、ちょうどいいところに。あいつ、エリオットを見なかったか。ダイニングの前にいる。あ、こんな危ない状況で何やってるんだよ。だから部屋に戻るように言ってるんだけど、何を言ってもダメみたい。グレッグ、あなたエリオットと相部屋でしょ。彼について何でもいいから教えてほしいの。例えば大事にしてるものとか、よく話すこととか。そうだな、ルイス神父に執着してるのは知ってると思うけど、ルイス神父と出会う前にもそういう人がいたらしいよ。で、そこの引き出しにはその人との思い出が入ってる箱がある。その箱に触ろうとするだけで怒るし、そもそも箱には鍵がかかってるし、何かあるとしたらその箱じゃないかな。ロゼ、その箱を見てみましょう。壊しちゃえ。壊しちゃう。オルゴール、これね。オルゴール、鍵がかかってるけどどうするの。見た感じシンプルな作りの鍵みたいね。こうやって、えいっ、おガシャってそんなね、開いたわ。すごい力技じゃん。あら、なんだか悲しい曲。中には小物が入ってるだけね。
これは小物じゃなくて小指に見えた。エリオットと誰だろうこの人。パッと見執事みたいね。エリオットはいい家の生まれなのかしら。なんで孤児になっちゃったの。神父様の前に執着してたのはこの執事かしら。だとしたら使えそうね。うわぁ、これをネタに、これ返して欲しかったら解きなさいよって言うこと。写真燃やしちゃうもんねーって。燃やしちゃうわよーって。中は結構ぐちゃぐちゃ。整理整頓苦手なのかな。ねえ、チェス盤いいな。ワイン？ああ、空か。ああ、なるほどね。びっくりした。悪い子かと思っちゃった。クレックは飲めそうな感じにしちゃうけどね。ねえ、いくつだかちょっと忘れちゃったけど。じゃあ脅しに使いますか、この写真を。脅しましょう。これどうなってもいいのか。そこのろうそくで燃やしちゃうぞ。ここはダメだよ、通せないんじゃ。執事みたいな人誰。またしゃくれてる。う、頭が。あのオルゴールの曲なんだか悲しいね。もしかして開けたの？どうやって？鍵もここにあるのに。開けちゃった。ごめん。ダメダメダメ。あの箱はダメだ。僕の秘密の思い出なのに。まさか、そのまま開けっぱなしとかじゃな。あ、開けたままかも。あ、そんな、神父様に見られたら、神父様以外を大事にしてるって勘違いされる。あら、浮気だ浮気。浮気したのね。俺以外のやつと。すごい慌てっぷりね。とりあえず邪魔はいなくなったし、ダイニングへ入りましょう。いや、恨まれるだろこんなん。ねえ、臭いわね。臭いわ。とても匂うわ。あれ、そこ通過できたっけ。あ、柱だけなのかな。そうだね、ちょっと、うん、これは、あ、やっぱ来た来た。穴が怪しいじゃん、ね、ええ。大丈夫ロゼ、大丈夫。ここすごい匂い。あら、ここ一番匂いがきついわね。額縁は壁にくっついて取れないみたい。額縁に穴が開いている。ああ、四隅にね。うん、何かはめ込めそうな穴ね。さて、どうしましょうか。はめ、装飾を探す。あ、シャー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 。あ、なんか落ちてる。おお。ああ、これを探せと。なるほど。あ、なんだ。あ、仕掛け絵画。ある頃、絵画ばかりが盗まれるという事件が多発していた。そこである一人の金持ちが簡単には取り外しができないようにと職人に特別な額縁を作らせた。その額縁には鍵となる4つの装飾が必要だ。金持ちは昼間は装飾をはめ込んだまま絵画を楽しみ、夜や自分が遠出するときにはその装飾を外し、簡単には絵画を盗ませないようにした。ありがてえ情報だぜ。仕掛け絵画ってまさにさっきの絵画のことね。もう少し情報があればいいんだけど。知識、情報といえば図書室かしら。図書室で調べるのも役に立ちそうね。なるほど。じゃあまあ行きましょうか。なさそうかな。なさそうなのかな。こっからはいけないのか。あ、なるほどね。ジェフのことがあったからね。さあ、図書室。図書室行く前にちょっとエリオットの様子見たいんだけど、ダメかな。悪いやつ。ねえねえ、今どんな気持ち。どんな気持ち。あれ、いない。あ、いない。なんで。見えるとこは綺麗だけど、あ、ぐちゃぐちゃね。あ、一旦部屋に帰ってきてすぐまたどっか行ったよ。様子が変だったけど、あの箱に一体何が入ってたんだ。え、これエリオット死ぬのでは。神父様のところに行ったのかな。ねえ、ごめんなさいって言いに行ったのかもしれない。ちょっと、あ、いるじゃん、下。あ、いた。あ、エリオットもいるし、ここにベティもいる。
見てよあの子、確かに誰かに依存することで認めてもらいたくて必死な子。愛されたいのに愛されない。早く諦めれば楽になるのに。わあ、ベティ性格悪いな。だいぶ悪いぞ。え、で今どんな気持ち？いい気持ち。どうせ箱の中身のこと誰にも言うなよ。勝手に人のものを見るとかないでしょ。ロゼのせいでタイニングから離れちゃったし、神父様は怒るかな。いや今戻ればいいじゃん。してもよかったんだけど、神父様はそれを望んでないから。ブツブツ。僕はもう神父様しかいないのに、どうすればよかった。ああ、激やみしている。まだやり直せるよ。大丈夫だよ、頑張って生きるんだぞ。さあ、あ、助けて言うとる。の仕掛け会が2、生きるために命を奪う。ある金持ちは言った。生命があれば食物連鎖が起こり、生きるため家族のため、時として望んでない行動をしなければならない。狩人は狐を、狐はウサギを、ウサギは草を食べる。これは金持ちが死んだ後友に語った言葉だそうだ。この額縁はまさにこの世界を示していると悲しい瞳で語ったという。ほう、あ、ウサギだ。なるほど。はい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 、俺だけかな装飾は。そうだね、いろんな部屋行って装飾は多分探さなきゃいけないんだろうね、うん、そうだね。あ、こっちからは開けられないんだ。一応中庭、庭は大丈夫かな。ないか。いや、ありそうな気はする。見よう。夜しか見つかんないとかね。確かに。さて、集中モード。集中だ、集中するんだ。ないない。ないです。さよなら。ラウンジ、ラウンジ。そうだね。なんか あるね。お、いいじゃん。椅子と椅子の間にあれ、狐の装飾あったぜ。で、なるほど、なんか向きとかが関係するとかなのかな。どこ回ればいいんだ。あとはバスルームとか。バスルームいいか。 あるね。あ、あるあるある。あ、ちょっと待って、はいはい、裏かな。裏か。狩人、全部見つけた。さあ、これをはめ込めばいいと。オッケー。狩人は狐を、キツネはウサギを、ウサギは草をだね、うんうん、え、勝手に埋めてくれた。あ、勝手にやってる。あ、なんだ。これで外せるかしら。なんだ、謎解きかと思った。勝手にやってくれたもんね、うん、あ、今朝の揺れのせいね。壁が崩れて匂いが漏れたみたい。え、これ誰なの。ここからじゃよく見えないけど、服装と指が切断されているところを見ると、これ神父だ、前の神父だ。カーティス神父。そうみたいね。腐敗の状態から見るとだいたい死後 1,2 ヶ月ってとこかしら。あの指は生きてる時に切られたもの。遺体の状態も良くないし、拷問でも受けたって感じね。拷問、中庭の姫と関係あるかな、うん、ありそうだね。ロゼ、この教会に安全な場所はないわ。私もいい状況とは言えないし。ノワール、出て行っちゃうの。あんまいい顔されてないって言ってたもんね。うん、あなたを置いていくわけがないでしょ、マーシェリー。今すぐにでも二人でここを出て行きたいわ。でもこの大雨と神父様がそれを許してくれはしないでしょう ね。だから慎重にならなくてはダメ。そんな顔しないでロゼ、大丈夫。あなたはいつも通りにしてればいいの。私が守るから。うん。あ、みんなが死んじゃうよ。いい子ね。さあもう部屋に戻りなさい。ノワールはまだ大丈夫だと思うんだけどな。うん、でも今日のノワールちょっと噛んでる。噛んでるね。私にはまだやることがあるわ。
今夜も長い夜になりそうね。なるほど、ずっと徹夜してるから噛むんだ。あーそうだね、頭も多分働いてないんでしょ。働いてないんだ。どうだけ寝て、釣り場。あ、今日は誰が死んだ？エリオットかな。あーエリオット、もうだと思った。また死んだ。内臓がなくなってる。もうこの教会に残ってるのも5人だけ。もう一人いるでしょ、あのファルって怪しい男も。ここには人殺しがいる。それなのにどうして何もしないんですか。人殺しね、どっから人殺しになるの。息をしなくなって動かなくなったら、それとも心を壊しちゃったら。知らないうちに私たちは人を殺してしまってるのかも。はあ、落ち着きなさい二人とも。私たちは皆家族だ。犯人がわからない以上は身を守ること、家族を守ること、そして信じること。今できる限りのことをしよう。もっとできることがあるでしょう、ルイスさん。さあみんな、エリオットに別れを。うわ、なんかなんだ、なんか上辺だけの言葉にしか聞こえねえな。じゃあ一つの部屋でみんなで寝ればいいんじゃないってならないね。誰かが犯人だったとしてもさ、判明させるために。ああエリオットの遺体、みんなに話を聞かなきゃいけないっぽいね。ないか、掃除もしねえんだなこいつらね。